はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はデイドグの決断をパープキット続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、アラビア海で、再建した潜水艦隊ではなく空母艦隊を持って、イギリス海軍を撃破したわけなんですけども、今回はその続きになります。で、今回からはですね、再びアメリカを見据えた戦いも、しつつアフリカの解放ですね、イギリスからアフリカを解放して、イギリスの資源の供給源を断つというのを目的にプレイの方を進めていきたいと思います。で、ハワイ方面に関しては潜水艦隊を持って、戦力の減衰を図ると、敵戦力の減衰ですね。で、アフリカ方面に関してはまず、航海に進出をしてですね、ドイツの側面支援と、先ほど話したようにイギリスの資金源あるいは鉄の供給源を断つということをやっていきたいと思いますので、早速じゃあプレイの方、始めていきたいと思います。すでにですね、技術開発とかはやってありますんで、このまま進めていっちゃいましょう、一旦ね。で、まずは航海を取ってというところになるんですけど、あとはマダガスカル沖とかね、この辺りも取っていきたいと思いますんで、まずは12月までアラビア海を防衛ということになってますんで、防衛をしていきましょう。で、その後また新しくですね、作戦目標が大本営から提示されたら作戦を設定して資金をね、稼いでいきたいと思います。いや、この辺りな、輸送船の数が圧倒的に足りてないんで、輸送船もね、しっかり作っていかなきゃいけないというところを考えても、やっぱりしっかりね、取っていかなきゃいけないところが必然的にイギリスの鉄資源のある場所になってきますね。で、航海に侵入中のスパイが逮捕されてますので、再びスパイを送っていきましょう。で、ドイツからはお金と機関と鋼材技術の支援が得られたというところになります。で、従順が2隻、潜水艦が、7隻かな、6隻ですね、新しく就航しています。で、あとはこれですね、キー型戦艦に搭載可能な51センチ主砲、これはですね、まあ、ここまで何度かお話してきてると思うんですけど、この先大和型の極み戦艦という位置づけで、超巨大戦艦を作っていこうと思ってますので、そこに搭載をしていきましょう。あとはジェットエンジンですね。さあ、ではまずはスパイが逮捕されてますので、スパイを送っておきましょう。メキシコにもスパイを送っておきましょうね。で、続いて物資の援助、これも毎回やってますが、イギリスに、ドイツに石油の押し売りをしておきましょうね。で、技術開発はもうね、ここまで来たら厚めに入れていくしかないんで、厚めに入れていきましょう。金をどかすか使っちゃいますけど。で、肝心の兵器開発なんですが、新兵器の開発もしっかり入れておかなきゃいけないところは入れておきましょうね。まずはエンジン系ですね。で、そうするとお金がもうほとんどないので、できることといえば輸送船を作ってあげることぐらいになります。で、この輸送船をどこに配備するかなんですが、鉄が取れるところを優先的に配備していきたいので、インド洋はね、多分輸送船の数足りてるんですよね。足りてるね。そうなると南シナ海かな。南シナ海どうなってる ?15 あるよね。マーレーが3隻か。マーレーちょっと入れときますか。じゃあ今回は。
で、飛行場とかもね、アラビア海建設してもいいかなと思うんですけど、今回、まあ、作戦目標に次設定したいのがここの航海なんで、この航海を取ったら、イギリス海軍と接するのは希望法に、マダガスカルですね、マダガスカルになるんで、マダガスカルまで進んじゃうっていうことを前提にアラビア海への航空戦力の増強はしません。で、マダガスカルを取ったらすぐに飛行場を建設してですね、インドに展開している基地航空隊をごっそりマダガスカルに移しましょう。で、艦隊なんですが、まず第一艦隊、ハワイにいる第一艦隊はそのまま。で、第二艦隊の方の虹大和には、提督を乗せましょう。で、当然ですね、砲撃レベルが高い艦長を乗せたいんで、これを乗せ替えていきましょうね。まあ、主力の第二艦隊になりますからね。で、第四艦隊の、そうだな、この新閣にも提督誰か乗せておきたいよな。ただどうだろう、これといった航空レベルの高い艦長がいないかな。せめてね、 B ぐらいやってくれたらもう何も言わずに乗せるんですけど。なかなか B ある提督もいないか。まあ、ただ乗せないよりは絶対いいので、まあしょうがないですね。どうしようかな。ここは宇垣さんを乗せておきましょうか。さあ、こんなところでよしとしましょう。で、第2艦隊の方の艦載機の方も補充をちょっと一旦入れておきましょう。近々再び戦闘が起きると思いますので、航海に攻め入った時に戦えるように主に爆撃機を増強しましょう。敵の航空基地を、まあ、ちょっとでも早く破壊するための策として、水星海はただないか。虹四三の爆もないでしょ。困ったな。こうなってくると圧倒的に爆撃機の数が足りないな。水星海の航続距離が2000キロあるでしょ。この2000キロ結構大きいんですよね。243の爆撃とかになるとその半分の1100キロになっちゃうんで、ちょっとこれ乗せ替えるのはやめましょう。水星海結構優秀だからな、まあ、空戦能力とかはカスですけど、まあ、その分未帰還になる可能性が高いんですよね。結局爆撃機の数を増やしたいけど爆撃機の数が増やせないか。そうなると天山をちょっと増強しとく。ここに関して言うと彗星が全くないってなると救急の艦爆に乗せて帰るしかないな。まあ、ちょっとね、物足りないかなという感じはしてきちゃいますけど、救急の艦爆になると。さっきね、技術支援、技術開発かにだいぶお金を使っちゃったんで、全くお金がない。そんな中飛行機の増強が難しくなってますね。
次のターンはちょっと技術開発を抑えてでも資金を確保しに行きますか。そしたらこの第11艦隊はインド方面、アフリカ方面に差し向けましょう。でちなみに今アラビア海にいる艦隊は傷ついているのがいくつかいるんで、インド洋に戻してあげてちょっとでもドック入りしてあげた方がいいよね、よくよく考えたら。まあ、この間にね、そのせっかく取ったアラビア海が奪還されるっていうのは一番嫌ですけど。であとはですね、もう一艦隊、これは潜水艦隊になりますけど、これはハワイ方面に出して、ハワイ方面での西部アメリカ西海岸の陽動のために第11艦隊は方面に行ってもらいましょう。でそうすると第12艦隊はどこにいる？まず第1艦隊はハワイでしょ、第2艦隊第3艦隊はインド方面で、第4艦隊もインド方面ですね。第5艦隊って今何やってんの？第5艦隊は修復中か。で第5艦隊と第9艦隊はもうまとめましょう。ここはねドックでしっかり修復してもらいます。で第2艦隊もしっかりこの後出撃準備が整ってますね。で第7艦隊は今ハワイに展開中の潜水艦隊かな。第8も潜水艦隊だってるよね。で第9艦隊はというとインドにいる今ドックに入っている艦艇たちで、第10艦隊は今からハワイに向かっている潜水艦隊、第12艦隊は今新設したばかりの艦隊、潜水艦隊ですね、ハワイ方面に出しますという艦隊になります。よし、じゃあこれでターンを進めていきましょう。メキシコ湾でスパイが逮捕。よし、これでいよいよヤマト極みが作れるようになるな。キー型の戦艦、これを早速開発していきましょう。あとは双発のジェット機、これも開発可能か。でアラビア海攻略が成功しているんで臨時予算17,000、これ大きいですね。じゃあ次の作戦目標は予定通り航海にしましょう。これでドイツの側面支援を行います。スパイ活動は引き続き継続したいので、マダガスカル、アメリカ西海岸、ここにはスパイを送りましょう。でその上で物資の援助ですね。虎の子の鉄をちょっとドイツに送りましょう。ドイツ鉄がなさすぎてかわいそうなんで見ていて。で兵器開発の方はまず新兵器では忘れないうちに双発のジェット機体ですね、これは速攻でやりましょう。であとは航空用の装甲機材、これもすぐやります。であと大型のディーゼルもやりましょう。であとはキー型の超大型戦艦ですね、これも開発します。開発コストが2500、これでいいかな。まあ例によってまたすっごくお金がなくなっちゃいましたけど、
技術支援はそのために今回はちょっと薄めにしか当てられないかな。航空レベルだけ上げておきましょう。機関レベルはいいかな。鋼材レベルもまあいいでしょう。本当はね、空母を増強したいんですけど、今回は空母の増強はちょっと難しいかなと思うんで、まず輸送船ですね。5隻。で、今回そうだな、ドイツに送る鉄なんですけど、ちょっと鉄、余裕があるので、今回のターンに関しては。5000送ってあげましょう。これで、ドイツの方が戦力を少しでも回復してくれるんであれば。御の字ですね。で、今見ていたところで言うと、輸送船を作ったので、輸送船を配備していきましょう。で、鉄が取れるところ、鉄が取れるところっていうね。オーストラリア沿岸はどうなってるかというと、輸送船の数を、じゃあここを増強しましょう。で、あとは、航空機ですね。どうするかな。ここ水星にするか水星海にするか、本当に悩ましいとこなんですよね。ここは水星海にするか。ちょっとね、戦闘力っていう意味では水星の方が圧倒的に強いんですけど、あとは夜間の戦闘ができるかできないかっていうところも大きいよな。いや、ここは水星にしよう。夜間の離発着は大きいからな。じゃあインド洋にいる艦隊をちょっと再編して進めていきましょうか。第4艦隊に潜水艦を配備しましょう。第8艦隊から潜水艦をいくつか増強できるだけ増強します。で、ちょっと紛らわしいんで、第8艦隊と第9艦隊、E149、149は傷ついていないんですけど、これは第9艦隊に併合しちゃいましょう。で、ハワイの方は、潜水艦が増強されてるはずなので、潜水艦を、艦隊に組み入れていきます。さあ、どれになっちゃいましたね。それではインド洋から艦艇を出撃させていきましょう。ヤマト型3番艦虹ヤマト。この虹ヤマトは本当に沈めたくないですね。まあ、やっぱり僕の大好きな55番の名前を冠してますからね。絶対に行くのが虹にレインボー2。ここはね、僕の一番のお気に入りの女の子がいる55番なんで、ここはね、もうタイに行ったら絶対に行くところなんですよ。その名前を冠しているこのヤマト型3番艦虹ヤマト、これは絶対に沈めたくない。ではターンを送っていきましょう。いいよね。艦隊再編もできなければお金もない。よし、これで進めていきましょう。いやでもな、ちょっとケチ臭いんだけど、物資援助やっぱり2000にさせてもらっていいかな。本当にケチ臭くて申し訳ないんだけど、代わりにアルミをあげましょう。アルミをね、ドイツにはアルミをあげましょう。鉄はやめてアルミをあげます。で、代わりにお金をくれたら助かるな。お金が全然ないっていうね、恥ずかしい状態なんで。じゃあこれでターン送っていきます。ドイツが北海の防衛できるかどうかだな。アメリカがドイツ攻めてるのか、邪魔くさいな。
いやー、ドイツから石油をもらってもな、いらないんだよな、石油に関して言うと。で、新竜が完成してますね。ではでは、諜報活動をまた入れていきましょう。スパイが逮捕されてますからね、マダガスカルでは。で、物資援助は、やっぱり、石油だな。で、技術開発は、航空レベルだけガーンと上げときましょうか。で、兵器開発、どこに何を入れるかですが、そうだな。いやー、ちょっと今回はあれだな、お金使えないな。ここでお金使っちゃうともう何もできなくなっちゃうんで、さすがに空母を作っていかないといけない状態なんで、空母を作りましょう。キー型戦艦は何週間後？ 8 週間後に作れるようになると。で、ここで猛烈に鉄を使うけど、鉄はそれなりに余裕があるんで、空母だな。大砲型の空母、これをできれば2隻作れる？作れるね。今はどうしてもね、空母が欲しいんで、空母を作っていきましょう。そうだな、白鵬。12週間かかるもんな、この大砲型の空母を作るのに。ただもう装甲空母じゃないとね、敵の航空戦力も強くなってるんで、ベニヤ板みたいな装甲しか持ってない艦艇だと、あっという間に鉄くずになっちゃうんですよね。それは結構きついんで、あとはこの先おそらく沈められてくるであろう軽巡クラス、あるいは駆逐艦クラスをいくつか作っておきましょうね。さあ、ではこれでいきましょう。で、防空艦がそうか、今ドッグ入りしてるんで、そうなると艦隊に防空艦がいない状態だな。第2艦隊の方にも防空艦はいない。第3艦隊にも防空艦はいない。で、第4艦隊にももちろん防空艦はいないっていうね、ちょっと怖いですけど。じゃあこれで、航海取りに行きましょう。夜明けとともにだな。まずはちょっとすぐ指示を出したいので、一旦スピードを遅めます。おそらく敵の潜水艦戦力が出てると思うんで、潜水艦じゃないですね、水上部隊の戦力が出てると思うんで、これをね、最初に倒しておきたいという思いがあるんで、潜水艦を先行させましょう。で、今雨降ってるんで、敵の基地からは戦闘機は飛んでこないはずなんで、まあ、そこは安心できるかなというところですね。で、雨が止むと同時に、
空母による敵基地への先制攻撃。これでまずは航空基地1個を潰しましょう。よし、じゃあ指示は一通り出しましたので、これでね、時間を早めていきましょうか。ここもね、できるだけ味方の損害はない状態で、進めていきたいですからね。では早速敵基地に対して先制攻撃を仕掛けていきましょう。よし、1個基地破壊しましたね。もう1個こっちの基地にも攻撃を仕掛けましょう。完全に先制攻撃だからな。距離的にちょっと短いか、届かないんだな。まあ、第2、第3と波状攻撃を仕掛けていきましょう。一回攻撃仕掛けたいところで雨か。まあしょうがないな。であとは潜水艦はこの辺りで散開させましょう。敵のどうだ、艦隊戦力は出てないのかな。さあ夜明けになったんで敵基地に対して空母を出しましょう。よし、敵の飛行場を破壊しましたね。あとはこっちの飛行場も破壊できれば。よし、敵は水上部隊撤退させてましたね。これで航海も取ったな。神格が勝破しただけで済みましたかね。味方の方はほぼほぼ損害は出てないな。これは大きいな。セレベス海で輸送船がやられてますね。そしたら航海に入っている艦隊ですね、第4艦隊の神格が勝破してるんで、これを一旦は
インド洋に戻して次マダガスカルに行くために艦隊の修復を入れちゃいましょう。その間にね、敵がアラビア海に侵入してくるっていうリスクはあるんですけど、さあそれではスパイをまずは送り込んでいきましょうか。そこまでちょっとやらせてくださいね。やっぱりアメリカの西海岸はスパイが逮捕される確率が非常に高いですね。で、技術開発は500ぐらいずつ入れてく。で、兵器開発は新兵器ですね。今回は新鋼材、これ6000かかるのか。結構かかるけどしょうがないな。お金は航海取ってるんで、また臨時予算が割かれるはずという期待もありますから、これでよしとしましょう。で、あとは輸送船を2隻だけ作れるの、もうちょっと惜しかったな。そうなると、航海に輸送船2隻か、ちょっと寂しいですね。4隻までいける？ 4 隻じゃあ配備していきましょう。はい、というわけで今回は航海を取ってですね、ドイツの側面支援を行いましたというところになります。で、次回はですね、マダガスカル、ここはドックもあるし、イギリスの艦隊は第13艦隊が入ってるんだな。これとの戦いになるんじゃないかなと思います。できれば希望砲まで取れば、イギリスのね、鉄資源の供給源を断つことができるんで、希望砲までは急いで、ダッシュしに行きたいなというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。